やっほー、帰ってきました。ジャパンに昨日の夕方ぐらいに東京戻ってきて、でもう昨日のうちにアンパッキングとかも全部済ませて、で今日からまた日常が始まります。で飛行機乗るとすごい体に負担がかかるので、マッサージとかのメンテとかも入れてるんですけど、やっぱり体を動かすとすごく体の調子の戻りが早いので、これから早速トレーニングに行ってきます。フィットチェックです。本日の、チャンピオンのトレーナーにチャンピオンのレギンス、ニューバランスのスニーカーと、あとはノンフィクションのトートバッグです。 Hello。 トレーニング終わって、お野菜とお出汁のお店で買い物をしてきました。ダラン。里芋、人参、きゅうり、ミニトマト、大根、あとお出汁と、カレーうどん。これ初めて買ったんだけど、ここのお店で、この間カレーうどんの話をして、カレーうどんが食べたかったので、これちょっと初めて試してみるのと、あとこれ和風ピクルスの素、これ前にも買ったことあるんですけど、すごい美味しかったので今回久しぶりに買いました。ちょっときゅうりと、まあ、湯むきしてミニトマトをしてもいいかなと思ってます。今日は初めてのよもぎ蒸しにこれから参ります。ずっとやりたかったんだけど、興味もあったんだけど、機会を逃し続けていて、今日やっとできるのですごい楽しみ。これがよもぎ蒸しのスーツで、これに今から着替えます。今回のよもぎ蒸しの座り方をご説明させていただきますね。はい、はい、穴開いておりますので、はい、ここをまず後ろに座っていただいて、上下が全体に回るように、はいはい、お座りください、はい、できっと足とかの冷えもあるかと思いますので、はい、足もしっかり上げて上下で温めてあげてください。はい、はい、で足温まったなって時、ちょっと腰だったりはちょっと前に行って、腰に上下当たるようにして、はいはい、温めてあげてください。はい、はい、すごいピラティスに行きます。めっちゃ久しぶり、1年ぶりぐらいに行くのかな。実はピラティスは長く続けていたワークアウトの一つで、7年ぐらい多分やってたと思うんですけど、なんかピラティスの考え方とかメソッドとか、あとはこうピラティスでなれる体が自分が理想としている体にすごく近しいものだったりして、
あと単純に私はピラティスがすごい楽しかった。なんかワークアウト、普通のパーソナルとか、ヨガとかに比べて、ピラティスすごい自分で楽しくて、体にも合ってたので、結構通ってたんですけど、ちょっと引っ越しを機にスタジオが遠くなっちゃって、こうゆっくりゆっくり足が遠のいていってしまい、ついに行かなくなってしまったのですが、でもすごい体にやっぱり合ってたから、また再開しようということで、今日久しぶりに行きます。好きなジュエリーのブランドのポップアップがドーバーストリートマーケットでやってるので行きます。これいつも名前なんて言うかわかんない、ベアボンジ、yep. Is it even English? No. ビアをビーボンギアスカボンギアスカ。ボンジアスカ。ボンギアスカ、ボンジアスカ。シタリベア、ボンジアスカ。っていうジュエリーのブランド。こういう派手な、なんかみんな見たことある人もいるかもしれないけど、今すごい人気なので、すごいカラフルなジュエリーのブランド。ずっとすごい好きで気になってたんですけど、実際に一回見てみたいなと思っていたら、今日ドーバーで見れます。Thank you.